テオベルナール・フランソワ・エル・ナンデスパイは、フランスブーシュイコール・デュローヌ県マルセイユ出身のサッカー選手、AC ・ミラン所属。ポジションはディフェンダー。2008年、10歳の時にアトレティコ・マドリードのユースチームに入団。2016年夏にアトレティコとトップチーム契約を結んだ後、期限付きでデポルティーボ・アラベスへ移籍した。2017年7月5日、 アラベスでの活躍が認められてアトレティコ・マドリードに復帰したが、同じ首都のライバルであるレアル・マドリードへ移籍。契約期間は6年間で移籍金は最大で2800万ユーロ。両クラブは熾烈なライバル関係にあり、互いの選手を獲得しない紳士協定が存在していたにもかかわらず、禁断の移籍と話題になり、アトレティコ側は不快感を表明した。しかし、 移籍 1>, 1年目は、マルセロの画像を崩せず、リーグ戦わずか13試合の出場に止まった。2018年8月10日、出場機会を得るためにレアールソシエダへのレンタル移籍が発表された。契約期間は1年間。シーズン終了後に、レアルマドリードに復帰したが、期待されたような活躍は見せられず、クラブがフェルランド面でを獲得したことからも構想外となり、 遺籍が報じられた。2019年7月6日、レアル・マドリードは AC ・ミラン遺籍が合意したことを発表した。契約期間は5年間で移籍金は2000万ユーロと報じられている。20節ディネーゼ戦でシーズン5点目となるゴールを決めて、これまでカハ・カラーゼが記録したミランのサイドバックとしての最多ゴール記録を更新した。ユース世代はフランス代表として 各年代でプレーしたが、兄のリカ・エルナンデスとはポジションが一緒になることから、フル代表はスペイン代表を目指すのではないかと言われていたが、21年にフル代表デビューを果たした。ありがとうございます。